富士の森古墳は、大阪府富士井寺市の中にあった古墳。形状は円墳。古市古墳群を構成した古墳の一つ。機内の横穴式石室としては、最古級の例として知られるが、現在では、墳球は失われている。大阪府東部、本田五病山古墳の西の大城側による谷を、隔てた先の大地上に築造された古墳である。これまでに洞窟にあっているほか。 三次の発掘調査が実施されている。噴景は円形で直径25.5メートルを測った。噴球表面では、拳台の河原石による吹石のほか、円筒波庭列、継承に庭が認められている。また、噴球周囲には幅2.5から4メートル、深さ0.5メートルの集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は、 右肩袖式の横穴式石室で南方向に開口する。石室内部では木管が据えられたと推定され、石室内からは副装品として玉類、鉄属、鉄鉾、川戸時短鉱が噴球場からはバグが出土している。この藤の森古墳は古墳時代中期の5世紀後半頃の築造と推定される。古墳自体は小規模であるが、 石室の様相としては、横穴式石室の初元気を示し、機内では最古級の横穴式石室である点で重要視される古墳である。移築石室内部主体部の埋葬施設としては、右肩袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材は板状の割石の変顔で、 平塞石にも同じものが使用される。原質の側壁は著しく持ち送って構築される。原質、沿道の壁面には赤色顔料の塗布が認められる。石室内部では規定部から高さ0.1メートルまで黒色土を充填し、その上面にバラスを敷いて床面が形成される。沿道の平塞には1段目の遺体紙の上に5から6段が告知積みされ、 閉塞石外面にはさらに灯りがなされる。石室内では、鉄くぎ、鉄かす害が,が検出されたことから、石室内成壁よりにおいて木管が据えられたと推定される。当位は、北方向と見られる。石室は、洞窟にあっているが、発掘調査では副装品の一部が検出されており、そのうちガラス製マガ玉、丸玉は、石室の北半分、中央部に密集し、 国壁付近には原位置を保つと見られる鉄属の一群が認められる。この石室は微量ポンプ場の建設後にはポンプ場内に移築されていたが、現在ではアイセルシュラホール敷地内に移築され保存されている。出土品アイセルシュラホール展示。発掘調査で検出された副葬品は次の通り。現在では出土品はアイセルシュラホールで保管されている。 ありがとうございます。